皆さんこんにちは、ゆなです。今日はですね、アメリカ生活の生活費についてね、動画をね撮りたいと思います。今まで何回かそういう動画を出してきたんですけれども、今回は私が実際ロサンゼルスに住んで1ヶ月どれぐらい使ってるかっていうのをもう全部公開します。今までね、 LA に例えば1ヶ月住んだらどんぐらいかかるかとか、まあ、ハワイに住んでる時はハワイに住んでるとこんぐらいかかるよみたいな、大体のこうなんか平均に照らし合わせた数字は今まで動画でね、お話しして何回かそういう動画を出したことはあるんですけれども、じゃあ実際私はいくら毎月使ってるのかっていう話はね、多分動画で出したことないんじゃないかなと思うのでね、今回はね初めてそれを公開していきたいと思います。イエーイ。なんでね、今まで逆に出してこなかったかっていうと、まあ、今まで金遣い荒かったっていうのも、最初 LA に引っ越してきたから、最初の数ヶ月ってやっぱりその生活に必要な家具とか、そのいろいろ申請とかに必要なお金、まあ、その お家とかもさ、家賃だけじゃなくて日本でいう、まあ、敷金礼金みたいなデポジットっていうのをね、アメリカでまあ払わなきゃいけないっていう感じで、それを払ってたりとかして、でその後はまあその友達とかがこっちに全然いなかったから、出会いの場面で今までだったら行ってないような飲み会とか、今までだったら行ってないようなランチとかも積極的にこっちに来た最初の、まあ、数ヶ月間もすごく行ってたっていうのもあって、めっちゃお金を使ってたっていうのと、あとはこっちに来てその冬にすぐなったんですよ。すぐ寒くなっちゃって、で私ハワイにねずっと住んでたわけじゃないですか。冬服がない、寒いっていう感じで、冬服をね普通の人が買ってる分よりもだいぶ買ったんですよ。もうたくさん買ったんで、とにかくそのお金の出費がすごく激しかったんですね、今まで。だから私のそんな1ヶ月のあれを出しても参考にならねえよなって思って今まで出してこなかったんですけれども、今回今2月のね生活費を今回の動画で公開させていただくっていう感じになってるんですけれども、2月はもうだいぶね冬服を持ってるし、でその交際費もこっちでね、なんとなく友達とかもできたし、あとはあれですね、その家賃をね普通に出すのってちょっとやっぱ抵抗あるじゃないですか。特定されたらどうしようみたいな。そんなにね LA めっちゃ日本人はいるんだけど、そんな多分なんか日本ほどそういう特定とかはまあない風に聞いてたから、まあ大丈夫かなと思ってたけど、やっぱ怖いじゃないってなかったんですけど、今回はね家賃もね出しちゃいます。家賃をね出す理由もね、私が契約した時の金額と今の私のお家の金額ちょっと変わっちゃってるんですよ。そう、まあ高くなったか低くなったかはちょっと言わないんですけど、なので特定することが、まあその家賃を言ったからといって無理な感じになってしまったので、という感じで今回はですね全部さらけ出しちゃいます。相場っていうのももちろんね知りたい方いると思うので、これからですねちょっとね、まあ、ランチ、ディナー、まあ、スーパーで買い物する、まあ、主なこう3つのなんて言うんですかね、カテゴリーの相場をね皆さんに VTR でお届けしていきたいと思います。それではね、まず私が実際1ヶ月いくら使ってるかっていう話をする前に VTR をご覧ください。どうぞ。ランチの金額はピンキリです。まあね、こんなこと言ったらねどこでもそうじゃんっていう風になってきてね、話になんなくなってしまうんですけれども、まあ、LA のランチは大体がチップ込みの20ドルいくかいかないかとかで、ちょっと高めなところが、まあ、20後半超えてくるかなっていう感じになってきます。で私がこの日ケイちゃんと一緒に行ったランチがウエストハリウッドのちょっといいところだったんですけれども、日本でいうと、まあ、表参道とか、まあ、そういう感じのお店になってくるので、この日のランチはちょっと高かったです。ケイちゃんがオーダーしたこのプレートのやつは27ドルぐらいで、で私がオーダーしたこのサンドイッチは21ドルとかだったので、まあ私は20後半で、ケイちゃんは30ドルをランチで使ったっていうことになります。続きましてはディナーの相場感です。まあ、ディナーはランチ以上に場所によって本当に値段がすごく変わってくるので、まあ、安い時で40ドルぐらいで、本当に高い時とかだと全然80とか90行く日も、あったりします。まあ、お酒を飲むか飲まないかでまた変わってくるので、あとねチップがね 18%、20% 当たり前に出さなきゃいけないので、そこで値段がちょっとするっていう感じもありますね。私がこの日行ったのは、まあ、いい感じなところではあったんですけれども、チェーン店だったのでお会計はねそこまでね怖くない感じになりました。最後にご説明するのがスーパーでお買い物する時の金額の相場です。スーパーはですねアメリカ本当にいろんな種類やだ、日本もたくさんあるかで、まあ、高級スーパーとか言われてるのがホールフーズとかそういう系になっちゃうんですけれども、安いところだとラルフズとか、ハワイとかだとフードランドが、まあ、安いスーパーみたいな感じになってましたね。私は新鮮な野菜とかオーガニックなものが好きなので、まあ、いわゆるその高級スーパーみたいなところに行くことが多いんですけれども、まあ、そこでお買い物をする時の金額感を、この VTR で説明できたらいいなと思っております。私が LA に引っ越してきてまずびっくりしたのがスーパーが安いなというふうに思いました。あ、大陸のスーパーって安いんだなっていうふうにね感動しました。ハワイはねやっぱり島だったので全部輸入品だということもあってすごくね値段が高かったんですけれども、 LA はそれと比べるとすごく安く感じました。で LA のねいいところはこういうふうにスーパーで買う野菜とかお肉とかってタックスがかからないんですよ。消費税がかからないのでそこはすごく嬉しいポイントですね。でもやっぱり他のアメリカの普通の一般的な
都市と比べると LA のスーパーは高いように言われていますね。で、金額感が分かりやすいのが、まあ、卵の値段とか鶏肉の値段なのかなっていうふうに思うんですけれども、いかがでしょうか。日本と比べてどれぐらいか、ちょっと私もね、日本にしばらく帰ってないから分かんないんだけど、どれぐらいのなんか金額の差を感じるでしょうか。はい、 VTR いかがでしたでしょうか。もうね、ランチが高かったですね。これはね、結構イレギュラーなぐらいで高いランチ屋さんに行ってしまったので、ちょっとねあれなんですけれども、まあでも大体こんな感じっていう感じですね。さあ、これからですね、いよいよ私が普段使っている生活費、私の2月の生活費がね、まるまる公開しちゃいたいと思います。ちなみに家計はね、こういう風に管理っていうか、もう管理も何もしてないんだけど、あの Apple Pay を使ってますね。 Apple Pay って皆さんご存知ですか。これ日本にもあるのかな、わかんないんだけど、アップルのアップルカードを使ってて、アップルカードを使ってると、この携帯でね、じゃあ月々、これちょっと3月になっちゃってるからまだ全然使ってないっていう風になってるんですけど、このいくら使ったかっていうのがね、こう、あ、こういう風に出てくるわけですよ。で、どういうカテゴリーで何に使ったかみたいなのもね、こういう風にザーって出てくるので、そういう家計簿をつけなくても、もう自動的にクレカで使った分家計簿になるみたいな。もしね、私の動画を見ててアメリカに住んでいるっていう方いたら、あのアップルペイでこういう風に、ね、管理するのすごくおすすめです。あの自分で入れるとやっぱ忘れたりするけど、クレカはね嘘つかないんでね、はい、という感じで、これすごくねおすすめなので、家計簿とかで悩んでる方はぜひ使ってみてください。あ、 PR じゃないですよ。まずはですね、私が2月にかけた食費を公開したいと思います。食費は790ドルでした。これってどうなんだろう。人のさ、生活費とかってあんまりやっぱ聞かないよね。なんか私は中国人だっていうのもあって、中国ってお金の話をするっていうのが当たり前っていう風に教育されてるから、中国人同士で、まあ、例えば1ヶ月にいくら使ったかとか、貯金いくらあるかとか、そういう話をするのってあんまり抵抗ない子が実は多かったりするんだけど、でもやっぱね、日本人同士だとそういう話しないし、私はなんかどっちの感覚もあるから、なんか話しても OK っていう気持ちもわかるし、話したくないっていう気持ちもわかるから、なんか難しいんですよね。みんなどんぐらい使ってるんだろう。なんか日本に住んでるとどんぐらいなんだろう、食費って。なんかそういうのもなんか気になるから、もしね話してもいいよっていう人はね、よかったら教えてください。私大人になってから日本に住んだことないんで、1ヶ月の食費がいくらぐらいかかるかちょっとわかんないんですよね。でもね、食費の話に戻りますけれども、食費が790ドルって、まあ、全部がもちろん外食に使ってるわけじゃないので、その内訳をね見ると、ですね、スーパーで使った金額が198ドルで、外食に使った金額が592ドルっていう風になってますね。まあ、今月はね、2月はね、結構私周りの友達で誕生日の子が多かったりとか、だからまあプレゼント買ったりとかで、ただ行かないようなちょっと高いレストランに行ったりとかで、自分がお金を出す場面も多かったので、多分普段よりかはまあ外食にちょっとお金を使ってる方なのかなっていう感じです。週に今は 2回ぐらいかな、ディナーそんな行ってないかな、分かんないけど、本当週によってまちまちだけど、まあ、でもそんぐらいかな、外食は。もう昔ほど全然してないです。もう本当自炊が多いですね、今ね。うちにはね、お抱えのシェフがいるのでね、自炊がね楽しくてしょうがないです。何も作ってないか私、はい。以前の動画でもお話ししてる通り、私フリーランスに転身して、今ね絶賛お金がない状態なんですけれども、でもね、やっぱり人のめでたい日にね、お祝い事にね、お金をねケチるとね、ろくな大人になれないっていうふうに思うし、女がしたるんでね、そこはねもうバンと自分のできる分をね、お祝いの気持ちも込めて、そういうのをね出していきたいというふうに思うので、まあ、ちょっとねお金っていう意味ではまあ痛かったなっていうふうに思うけど、でも誕生日の子たちはみんな喜んでくれたので、全然結果オーライかなっていうふうに思います。次がですね、移動費です。アメリカはまあご存知の方も多いかもしれないんですけれども、車社会です。はい、特にねロサンゼルスはね、もう移動の距離がすっごく広いので、とにかく車をもう必須アイテムですね。私はねまだ持ってないんですけど、まあ時期にそれは変わるってね、以前の動画でもちょっと言ってるんで、まあまあ楽しみにしててください。はい、ということでね、今まで私は Uber で生活してきたんですけれども、私が、2月に使った Uber 代がこちらです。474ドルですね。まあでもね、実際ね私計算してみたんですけど、 Uber のこの474ドルと実際車を買って、じゃその車の維持費とか車のローンとか車の保険とか、まあ、車検っていうんですかね、車検をなんか合算したら、多分 Uber の方が実はね安かったりするんですよ。私って今そのフリーランスをしながら、まあ、フリーランスだけのお金じゃちょっと生活ができないっていうので、アルバイトもしてるんですけど、アルバイトが私週に2回しか今入ってないので、そこまでね外に出てるわけじゃないんですよ。で、 YouTube とか、まあ、その他のそういう外部の方とのやり取りも基本的にね、あのリモートでさせていただくことが多いので、あの外に出る必要性、遊びに行ったりとかまた別なんだけど、仕事で外に出ることがない
ないから、あんまりね、車って多分普通の人よりは使ってない方だと思うんですよ。で、なんだかんだ車のローン、まあ、今ね、すっごい車の市場が暴騰しててめっちゃ高いので、まあ、車を買ったりとかさ、ローン組んでさ、で車検も、私まだ車を運転した歴がないからすごく車検も高くなっちゃうんですよ。次はですね、私が買い物に普段使っている金額です。まあ、買い物といえどね、たくさんありますよね。スキンケア買ったりとか、まあ、洋服だったりとか、まあ、そういうこう娯楽系出費が、こんぐらい使いました。684ドルですね。はい、でもこの684ドルってちょっとね、言わせて、全部自分の服に買ったとかだったら、お金ないないみたいな動画出してお前ふざけんなって私も視聴者さん側だったら思うと思うんですけど、あのいかんせん2月、本当に私誕生日の子が周りに多かったので、3、4人誕生日だったんですよ。で、まあそれで結構使ったりとかして、あとはやっぱりそのスキンケアをね、怠る年齢ではなくなってきたので、まあ、25歳なんですね。25歳ってみんなにね、肌の曲がり方って言われてるので、どうしてもね、やっぱりそこにお金はね、使いたいなっていう風に思うんですよ。てか使った方がいいよ、絶対スキンケアにお金は使った方がいいと思う。という感じでね、スキンケアとか、まあ、その結構買い替えの時期だったので、ちょっとこれも実はあの普段よりは多めに使ったかなっていう感じですね。で、うち家賃がですね、 2L2 バスで、あのワンリビングっていう感じなんですけど、うちの家賃がですね、2700ドルです。あの特別めちゃめちゃいい場所、ビバリーヒルズとかそういう場所に住んでるわけではないので、まあでも、まあ、家賃高えなっていう感じですね。私今3人で暮らしているので、まあ、1人900ドルっていう感じで、まあ家賃はだから全然普通のそのカリフォルニアに住んでる方と比べたらめちゃめちゃ低い方です。ルームシェアすると本当にその辺を抑えれるので、まあ、全然なんかいいのかなっていうふうに思います。2月に使った、出費の総額を公表したいと思います。2月に使った総額が3505ドルでした。低ね。こんなに金かかるんだ、生きてるだけで。ちょっと無理じゃね。生きるってハードル高いね、マジで。そう、この3505ドルの内訳の中で、まあ、さっき話したこと以外でも、私の今あの歯の矯正してて、だいぶね、まっすぐにはなってきたんだけど、まだちょっと矯正しなきゃいけないってなって、それがまあ月々200ドルぐらいあって、あと私学費もまだ返してたりしてるんで、はい、なのでまだ学費のローンをまだ私自分でも払ってるんで、まあそれのお金もあるので、普段動画の編集に使っているアドビ、私アドベっていう方が好きなんですけど、そのアドベのプレミアプロとか、そういう動画を編集するアプリのサブスクのお金とか、まあを足すと、まあこんぐらいはかかるかなっていう感じですね。日本円で言うと、なんだろう、まあ38万円とか、そうですね、そんぐらいはやっぱりカリフォルニアに住んでると、まあどうしてもね、本当に今月無駄遣いしてないんですけど、まあ使っちゃうなっていう感じですね。なんか LA って他のアメリカにある平均的な都市と比べると、その生活にかかる生活費がなんと 38% も高いっていうふうに言われてるんですね。すごいよね、もうほぼ4割じゃんみたいな感じだよねっていう感じですね。すごいね、まあこの金額見てね、やっぱ日本の物価と比べたら全然私も高いなっていう風に思うし、なんでこんなにお金払ってまでカリフォルニア住んでんだろうみたいな気持ちにもちょっとなったりするんですけれども、まあこんな感じです。すごいね、めっちゃなんかお金使ってる人みたいだ。なんか違うんですよ、本当に違います。すごいカリフォルニアでやりくりできる人すごいなっていう風に思いますね。まあ本当だから全米で一番金持ちが集まる街っていう風にも言われてるし、すごい街だなっていう風に思いますね。という感じでね、私の生活費はこんぐらいでしたよっていう動画です。でコロナもね、落ち着いてきたり、私たちアメリカに住んでいる人からしたらすごくビッグニュースなんですけど、アメリカから日本に行くときに、まあその、まあ、多分まだ日本人の国籍、日本の国籍持ってる人しか入れないっていう風になってるんだけど、あのワクチン3回目打ったらもう隔離なしで日本に帰れるとか、まあ、そういうなんかこうだいぶその水際対策が緩んできて、でなんかこうコロナのまあ終わりの兆しっていうか、まあ、エンデミックになろうとしてる欧州とかもすごいそういうコロナ関係の規制は全部廃止するみたいな風な動きになってきてるので、これからどんどんまあアメリカに行く人とか、まあ、留学だったり旅行に行ったりする人がね増えていく中で、まあ、こういう物価がいくらなのかとか、実際アメリカに住んでいる人がどんだけ普段の生活にお金を使っているかっていうのをすごくなんか参考になる動画なのかなって思って、今回の動画はね撮ってみました。で少しでもね参考になったよっていう人はね、ここね高評価をねちょっとね押してくれるとねすごいね喜ぶのでね、押してくださいね。はい、でついでにねチャンネル登録もねしちゃってねっていう感じで、本日の動画はおしまいにしたいと思います。最後までご視聴いただきありがとうございました。また別の動画でお会いしましょう。バイバーイ。